今回も最近発売された格闘ゲームスト6グラブル VS アンダーナイトに共通する部分に、攻撃を受けている時に使えるバーストのようなシステムがないなぁと気づきました。プレイブルーやギルティギアなどのゲームを主にプレイしていた自分としては意外な事実で、もしかしてバーストってあんまり好まれてないのかなと少し疑問に思いました。カモネさんは格ゲーのバーストというシステムをどう思いますか？またよろしければカモネさんの関わったゲームのバースト周りのお話、なぜ入れたか入れなかったかなど、こういう格ゲーならバーストが欲しいと思うゲームデザインなどのお話も聞ければとっても嬉しいです。おー、はい、そんな感じでお便りいただきありがとうございます。そうですね、まあ最近のゲーム、発売されたゲーム、あんまりバーストバーストしてるバーストがないかな。もともとそのサイクバーストっていうぐらいでギルティギア発祥の、まあ、考えではありますよね、バーストって。もっと前に言うとそのサムスピの怒り爆発とかさ、まあなんか近しいものがあったりするかなと思うんですけど、基本的にはギルティの文化、つまるところアークシステムワークスさんの文化なんで、ギルティギアにあってそのブレイブルーにもあるっていうのは、まあそうなのかもなーっていう気はしますよね。流行りというか、その会社の強みというか、メルブラとアンダーナイトがリバースビートがあるみたいな話、感じはあります。まあこういう文化だなと思ったりはします。で、俺が作ったゲームでバーストがあるのは電撃 FC ですよね。電撃 FC と電撃 FCI はバースト入れてます。まあ、いわゆるバースト。まあ、あのゲームで言うとブラストって言うんですけど、まあ、エスケープブラストっていうのがやられ中にできる、まあ、青葉っていうか、まあ、エスケープブラストは緑なんですけど、まあ、その、やられ中に出るバーストがあります。で、まあ、バーストが好まれてるかどうかっていう話なんですけど、これは結構、非常に難しくて、その人によるゲームによるっていう感じはやっぱあるなと思いますね。バーストがその優れてるなと思う点は、やっぱりその読み合いの回数を増やせるとは思うんですよね。例えば4回コンボ食らったら死ぬゲームがあって、バーストシステムがあると、その例えば普段は4回コンボで死ぬんだけど、2プラス1、4回なのに3回で殺せるぐらいのリーサル的なすごい痛い指導を食らった瞬間にバーストして、なんとか4回5回に回数を増やせるっていうのは、読み合いの回数を回せるっていう意味で言うと面白い。そのなんつうのかな、いわゆるコンボゲーっていうと、どうしてもコンボがいっぱい入るから、スト2とか、スト2じゃないや、そのストリートファイター系に比べると、まあ、どうしても1回のコンボで減る量っていうのが多くなっちゃうんだよね。とはいえ、最近のスト6を見てるとそうでもねえなって思ったりはしますけど、スト6はワンコンで半分減っちゃうから、まあ、あれはあれで、その、なんつうの、普通のコンボゲーぐらいは減ってるなと思うんですけど、で、まあ要するに、バーストがあるゲームっていうのは、まあ、読み合いの回数が増やせる。で、読み合いが少なすぎるゲーム、それこそワンコンボで即死みたいなゲームって、そのお金入れてというか、自分のゲームを始めて1回しか操作しないで終わっちゃったみたいになると、さすがにちょっとつまんないじゃない、まあ、つまんないというか、その遊んだ感がないじゃん。だから、まあ、バーストシステムがあるとなんとかなるっていう意味で、読み合いの回数が増やせるのは明確なメリットなんですけど、余計な読み合いが増えるっていうのもある。読み合いが増えるので、それはそれで余計なことという可能性はある。そもそも技が当たったっていうのは読みを通した結果であって、相手の隙をついて技を当てたのに今のなしって言われるのはね、興が覚めるというか、まあ好まない人もいるでしょうね。せっかく技当てたのに、せっかくチャンスだったのに、なんでなんでってなる。で、そのバーストってシステムも、まあ歴史がやっぱりいろいろあって、まあ、例えばですけど、そのそうだな、なんかちょうどいい例ねえかな、バースト不可技、そのバーストできない行動とかをゲームになんとなく入れていって、そのバーストありだと、例えばダッシュしてきて昇竜拳ぶっ放して当たったら勝ち、ガードされたらバーストいいやみたいな、まあなんつうのかな、パチンコプレイが結構推奨されるような展開になりがちになっちゃうんですけど、そうならないように、まあ、例えばその昇竜拳をガードされて反撃された時はバーストできませんとか、そのなんかフォローが効きませんとか、まあ、なんかそういう風にごまかしたりするゲームが結構あったりはします。っていうぐらい、バーストっていう読み合いはその前提にある駆け引きをなかったことにするっていう強いカードなんで、ゲームが
そのどういうゲームになるかっていうと、バースト主体のゲームになっちゃうんだよね。どうしてもそのゲームに、例えばスト6だったらドライブゲージのゲームじゃん。あれはドライブインパクト、パリ、ドライブラッシュね、上のドライブゲージを使って OD 技を使ったり戦う。 OD 技とかを使うと強いけどドライブゲージが減っちゃう。ドライブゲージ減っちゃうとリスクがある。そういうゲームなのに、ここにバーストを足すとバーストの読み合いのゲームになるんだよね。それぐらい主張が激しい。その OD とかもどうでもいいからバーストが大事だわっていうゲームに絶対なる。マジで、まあ、すげえ弱いバーストだったら話は別ですけど、まっとうに調整したバーストを入れるとバースト読みをする、バー対ができる、バースト対策ができる連携が全てになって、その何だろう、本当にそれぐらい大事になる。だからバーストが主体のゲームになるということは、そのドライブゲージ主体で作りたかったゲームがそうでなくなってしまうし、バーストに強いキャラクターが強いゲームになるし、バーストに弱いキャラが弱いゲームになるんですよ。ってなってくると、なんか、まあ、言ってしまえば全部同じゲームになりかねない。なりかねない。まあ、実際にはならないんですけど、感覚としてバーストがやっぱ比重がでかくなっちゃうね。そうね。まあ、バーストのシステムにももちろんよります。で、だったんで、その電撃 FC とか FCI で俺はバーストシステム足しましたけど、あれはそのやっぱり格闘ゲームをあんまり普段プレイしない人が、あの長いコンボ食らったり、すごいコンボ食らって負けちゃうとかわいそうだから、その、もう一回チャンス与えるよっていう意味でバーストは足しましたけど、ただ、特に初期の電撃 FCI のエスケープブラストはマジで死にシステムで、S ブラ吐いたら勝てないんですよね。ほぼ。そういう風に作った、あのゲームは。S ブラっていうのはやられ中に出せるバースト。で、電撃はブラストゲージを主軸に置いたシステムにしてて、ブラストとサポートと下の超技ゲージのゲージのそのマネージメントというか、管理するシステム、管理するのが面白いゲームしようつって作ったゲームなんだけど、それぐらいゲージシステムを前面に押し出さないとバーストは作れない。で、俺が入れたのは、あとはそのペルソナとかとかなり近いですね。そのペルソナも、その、ペルソナだけじゃないか。ギルティとかにもあるんだけど、そのバーストっていうのは、やられ中にだけ出せるサイクバーストだけじゃなくて、まあ、金バーストっていうか、そのコンボ中、なんだ、やられ中じゃない時に出すと強いバーストが出たりするんですけど、電撃は、その、やられ中じゃない時に出せる、その、パワーアップブラストってやつをめちゃくちゃ強くしたり、コンボ中に出せるコンボブラストっていうシステムを作ったりして、まあ、なんとか、パワーアップブラストを吐いて、ゲージを増やして、その、なんつうの、他のシステムを回していこうみたいなシステムに作ったんですよね。それぐらい、そのゲームの全体を司るシステムになってしまう。だから、バーストが好まれる好まれないじゃなくて、結構ね、それ主体のゲームになっちゃう。新しい体験をさせようって思った時に入れにくいのかなって思ったりはします。なんですけど、まあ、バーストに関して言うとタイプルミナーに関しては別に入れてもいいと思うというか、その元々メルブラにあったからね、サーキットスパークっていうシステムがあったんで別にあってもいいとは思うんだけど、タイプルミナーのインタビューとかでよく言ってるけど、まあ、システムがちょっと多すぎるから、元のメルブラってさすがにリメイクというか、あの新規一点なんでシステム減らしましょうねって流れになって、俺の中でね、その時にまあバースト的なシステム、サーキットスパークっていうのはまあ消してもいいだろうと思いました。で、アンダーナイトに関して言うと、その絶対にバーストは入れないぞっつって最初は始めましたね。あ、入れないぞって始めたっていうか、そのなんだろう、なしの方向で無印からは考えてましたね。そのバーストありきのゲームが当時すごい周りに多くて、周りにすごい多かったんだよね、当時は。で、だし、そうじゃないゲームがあった方がいいなっていう。基本的にその、俺ってさ、その、発想の流れ的に、フランスパンみたいなちっこい企業が食っていくには隙間産業しかないっていうのは何回も言ってると思うんですけど、その話で言うと、バーストのゲームがいっぱいあったんで、バーストなしのゲームを作ることで個性が出せるんだよね。これがアンダーナイトインバース。まあ、結果的に、なんか海外受けが良かったという噂もあるんですけど、まあそういうところはある。だから今世の中にバーストが少ないよってなってきたら、まあここでバーストを入れたゲームが出ると新作感があるっていう、そういう、なんつうのかな、ゲーム開発あるあるなんですけど、やっぱりいつ出すか、どの時代で出すかっていうので、新しい古いみたいな感覚は変わってくるんだよなぁ、みたいな話になったりはすると思いますね。
そうですね。そう、ブレイブルーもね、途中から OD システムとか、オーバードライブのシステム増えたりしましたし、まあ、その、結構いろいろね、まあ、キンバーはバーストにあらずですね。そうですね。で、コンボ、食らってる側はリバーサーに集中できるから、バーストない方が気が楽。そうそうそう、それもそう。バーストがあると、バーストをちゃんと四六時中考えないとゲームにならないゲームになるから、すごい、めんどくさい。ああ、言われてみると、ギルティも今バーストゲージの使い道が増えたりしてますね。でしょ？やっぱね、そういう感じになるんですよね。でしょって言うとあれですけど、まあ、この辺は、その実際に作った人に聞かないとわかんないですけど、まあ、その俺的にはこういう考えでやってんのかなみたいな考えで今話しました。わかんない。これでスト6の次のシーズンで、ゴーキーと一緒にバーストが追加されるかもしんないから、その時はちょっと今の話聞かなかったことにして、マジかってなるけど。なんですって。いや、俺はね、ゴーキーのドライブゲージが12本あってほしい。ヌーン、バスボーン。ゴーキーがね、体力が少ないからを言い訳に、ドライブゲージが12個あってほしいね。許せないよな。ドライブラッシュめちゃくちゃやってくる動き見たいよね。やっぱ空中ドライブラッシュだろ。空中ドライブラッシュしてくるでしょ。残空戦上から来て、そっから空中ドライブラッシュから、多段中段で崩してくるよ、動きは。何のゲームだよ。わかんないですけどね。まあ、っていう感じでね。バーストっていうシステムというか、まあ、これはもうバーストに限らないんですよ。ブロッキングって最近ないよね。まあ、あるか。ブロッキングはあるんですけど、ブロッキング入れるとさ、ブロッキングかなり主張してくるじゃん。まあ、スト6で言うと今、ジャストパリってさ、すごい主張出してません？感覚として。なんか、強いな、このシステムってどうしてもなるじゃん。で、強いから、なんだろうな。パリーっていうシステムなんで、隙があるんで、パリー中に投げを食らうとパニカンになってダメージ増えますっていう、アンダーナイトのシールドとブレイクみたいな関係があるじゃない。だから結構リスクを持たせないといけなくて、やっぱね、ゲームシステムのなんかを足すっていうのは、もう本当にそのゲームシステムのゲームになるんだよね。空中ダッシュ入れたら空中ダッシュのゲームになるしっていうのはあるんですけど、そういう中でもね、なかなかね、バーストはね、主張が激しいシステムっていうので、まあ、一応話しました。こんな感じです。お便りいただきありがとうございました。